これだけがしたくてたくさん漁ってた。こんばんは、翔平くんは爆睡ですか？はい、爆睡です。 Z 回、 Z 回のどれだって言って送られてきたリンクがあるんで、それを貼り付けて。お前まとめ送ってくんじゃねえよ。あ、 CM の普通の素材の方か。絶対合格してやるぜ。もう受かる気しかしねえぜ。あと大好きまあ、あと Z 回だよ。もうここに来てオリジナルの方と来ましたから、これ以上拾うものはない。原点にして頂点、元ネタを知るいい機会ですね。意外と知らない人いるんかな。俺はあ、これこれこれ絶対受かってみせるぜこれめちゃくちゃ綺麗な声で歌うところになってるやつ。絶対受かってみせるぜいや、勉強方法に正解なんてないと思うんですよ。うん、てかそんなものあったら全員東大受かってるでしょね。え、あるの？いや、ない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 こういうメガネキャラでやってる人、頭がいいと見せかけて実はそこまででもないってパターンのやつですね。うちの高校には結構いました。逆にガチの運動部とかに入ってる人の中で普通に東大とか行く人いたんで、いやー、世の中悲しくなっちゃう微分積分2次関数は自分で探してください。 If aliens made first contact with a beatboxer おう、人間を連れてこいビートボックスを使うエイリアンなんだな。オッケー。異性間交流完璧だな、これ。わあ、シックマン。わあ、バーバー。よー、すげえ。これはドープってやつだ。チーズ。10 seconds later. ああ、いや、ああ、ダメだ。会話すんな。世界大会で優勝した人っすね。あ、そうなん。うわ、まあ、やばい人なんだろうな。ドラえもんのアゲハチョウも出た。バトルドームも出たじゃなくて。ドラえもん、バトルドームも出た。バッ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 。オートマットだな。そういうことか。またアゲハチョウか。もう。誰だ？歌詞はアゲハチョウの方に合っていないのか。あ、すげえ。やべえ、この写真いつのだよ。バトルドームがドラえもんとしてちゃんと出ていたのが僕びっくりなんだけど。やばい、素材が足りねえ。まだ続くぞ。ほら、すげえ。いや、このオートマットのすごいところってさ、数少ない素材の中で新しく歌詞を生み出して、かつその作詞のセンスをね、輝かせていくところだよ、もう。バトルドームも出たを回収してこの動画を終わろう。トランスフォーマービースト覚醒×モルカーコラボ、テレビアニメぷいぷいモルカー公式さんのネタ動画じゃねえか。1ヶ月前だ。史上最強のビーストが目覚める。モルカートランスフォーマー。ああ、その声やめろ。モルフォーマーズ way bigger than a planet。 雑。 Let them come トランスフォーマービーストを覚醒。うわ、本当にコラボしたんだね。もっとやれもっとやれ。ちなみにモルカーはあんま見たことないっす。モルカー全部見たが、マッドマックスのネタとかっておもろいぞ。マッドマックスのネタやってんの？世紀末やん。昔ビーストウォーズのさ、めっちゃ雑な 3D のアニメとかやってて、あれは見てたんすよ。わし見たエンジンプーンってやつなんで、最近になってまた復活してきてんの、ちょっと激アツ。 The World's Funniest Sports Edits。 あ
爆発した。待て、これは以前見た一瞬の静止画のところで別の絵を描くみたいな、覚えてる？覚えてない？すごい。あ、 UFC。 おあおやば、うわすごい、これ曲使えないかも。あやばい。いや今日ちょうど USC の動画見てたわ。ノックアウト集とか見てた。あ待って待って、やばいやばい、レイヴンだ。レイヴンの見えちゃって超大変ネタじゃねえか。これ分かるやついんの？おお。ああ、ファイニングネモだ。すごい。ちょっとびっくりしたわ。あのディズニーの昔のドラマ。とりあえず編集がすげえってことで次行くわ。ノンスタイル×ナイトオブナイツ。オトマット多いな。もう。サビだけさらっと見れないっすか？ああそういう感じね。すまねえ、ネタを拾うのはちょっと無理だ。芸人オトマットどう頑張っても寒いんだよな。なんともな。トトトトトムブラウンは面白いですね。一回スルーはしたけど、あれは裏で見直して面白いなと思いました。大ちゃんのオトマットも音楽性がすごすぎてとてもお気に入りです。僕はクソデカ初中見舞いピストルズお願いします。はい。うわー、とてもガトリングを持ったピストルズが出てくるとは思えないな。しかもナンバー4のペッシュだ。初中何言ってるかわからん。あ、そっちまでやって、あもうおいバカ、エンジョイ様になってる。ちょっとおしゃれ。3週間前なんだよなこれ。新作じゃねえか。夏はもう終わっちゃうんだよ。ほんとだよ。まあ僕はもう学生じゃないんで夏休みとかないんですけどね。なんならお盆忙しい。 God gets hit by door and who are the alien。意味わからん。こういうのでいいんすよ。いいよオートマットとか、まあ楽しいけど。素材まであるし、大学生なんで課題もクソもないし、夏休みは9月中旬まであるからセーフ。そうなんですよね、大学生の夏休みは長いんですよ。ハイなやつ VS 最高にハイなやつ。うわこれめちゃくちゃ最近の呪術廻戦のやつやん。俺の名はブローのブチャラティ。よあ久しぶり。え、声優同じ？ネタバレ注意そう。ちょっと見とく。チラッと。いや、絶対にならない。ならない、多分。マジか。おー、マジ。元気ピンピンだよ。最高にハイってやつだ。せっかい。お前の範囲は声優同じなんだ。ジョンパしなかったことと。あ、うまい。めちゃくちゃだ。意味わかんねえ。声優さんつながりってのが衝撃すぎても、伏黒はディオで五条はブチャラティですね。やばいな。ゴールデン X の15話、アメフト部の物質シーンだけでいいので同じやつ。早く行ってこいよ。お、拾いたいな。強制サポーターですよ。早く行ってこいよ。ちょうど拾えた。早く行ってこいよ。リック・アストレイにかける。面白いというよりか曲として完成度高くて感動しました。いいねが13もついている。本日のリックロールよろしくお願いします。うわすごい。うわやば。え、こんな声引き出せんの？素材として。おお。違う。え、あ、しゃ、歌ってる？
おお。めっちゃ当たりや。はい、ゲスト翔平でお送りしました。リッカーステレにかける違和感がニートしてる。その表現は聞いたことない。雪熊行進ミーム白熊がパレードやってます。ここから、あー、トランペットボーイがいる。世界観バグったりしないですか。なんなんだ。次行くわ。サンフジという方の10分アニメお願いします。 URL です。20秒。いて、懐かしすぎる。10分アニメ。そうだ、そんなのあったわ。どっかで、ね、見たことあるわこれ。くそ、スティックバグのミームですね。またオリックロールっぽいやつだ。釣り動画だ。ふざけてる。かわいい。あとこれとは別でさ、ツイッター改め X でもこのネタあるよね。実は X はスティックバグだった。うわ、いいなこれ。いっぱいパターンだよな。ちょっと見たくなっちゃうわ。やばい。スティックバグからのリックロールはね、ダブルパンチにも程がある。リックローラーとしては控えておかなければならない重要事項。釣りから釣りへ、スーパー方法128。マリオ、うん、ハロー、オキドキ、マンマミーヤ、マンマミーヤ、ワオ。Have you seen Luigi? Hmm. Hey Luigi. Hey Mario. Luigi. Luigi. オキドキ。Luigi. 怖。インターフォン、ハーモニカ、アルファさんやん。そんなグッズく、そこなんだけど。急なセールスもハーモニーで断れます。ハーモニーでね、セールスの人も思わずハーモニカ配いちゃうから。同じ趣味の人がここにもいるんだって。とんでもねえ世界観。マレトゥマルニっていう人の村川。頭なら若い者の責任取っててめえが指詰めろ。こんなつまらねえことで俺の指詰めれるか。こんなつまらねえこと。これ大丈夫なの。つまらねえとはなんだ。舐めてんのかこれ。そうは言ってねえよ。言ってんじゃねえかよ。悪かったよ。悪いと思ったら指詰めろよ。やめろよ。やめろよ。嘘で言ってねえよ。もうチーカーならありえそうな世界観。あ、これアウトレイジ。ギャップ萌えハートじゃねえんだよ。早くやれ。やってるから毒持ってこいもんね。やるやばい。てめえなんかこれでいいからやってみれ。雨でできんの。調子乗るなってこの野郎。こんなもんで指詰めるわけねえだろ。なんだよ、できねえのかこの野郎。早くやれ。沈めたら何分ぐらい持つかな。ねえ、村川って何。最初から最後まで村川の意味が分かんないんだけど。村川は村川だろ。そうに決まってんだろ。ふざけんな。誰だ村川って。誰だって言い出したやつ。記憶喪失。 Is that a Supra? Dude, is this a Supra? Wow! Is that a Supra? Dude, is that a Supra? そのセンスおもろ。 Is that a Supra? Dude, is this a freaking Supra?スープラ高級な車ですよね、スープラって。アホほど速い国産車やな。そうなん。 FBI breaks in. Is that a Supra? ダダダ FBI open up. Is that a Supra? リンクが貼られている。 Me impatiently staring at the 5 seconds on the skip out button. エルメント。
多分イライラしながら見つめているエルモの素材です。共感できるな、わかる。広告スキップボタンが出るまでの5秒でなんと腕立てを30回やります。 You love you become handsome。 山があったら見るわ。山があればね。あるじゃない。 If life has given you lemons, squeeze the juice into a water gun and shoot. Get out of here, chop. Back home.これはまだ笑えるかどうか微妙なところで、その後のいやーコメント欄おもろアベンジャーズの額についてる石をさ、サノスが取るシーンなんだけど、もうセンス光りまくってんな。てかなんでここだけ自負がちゃんとあるわけ。ゴロリン以外暴走するアザラシ、かわいい。あ、こんなんでマジ何万再生あったの今。141万再生マジかよ。リズム天国20時間ぐらいやってやりきったところでやるやつやん。 Rick Roll gets Rick Rolled by Indie Home Pocket Phoenix。 あーあーいくぞ。あーいもうここまでいろんな釣り動画を見てきたことでしょう皆さん。猫が歌うやつがあって、でこのリックロールがあって、スティックバグがあって、最近はマイケルのやつもやってるし、でインディーホームですわインディーホームも釣り動画に近いかな。ワカンダフォーエバーというもので、下のリンクのものがおすすめです。オコイエ、オコイエ、ミレイ、ワカンダフォーエバー。これだけか。ワカンダフォーエバー。でもワカンダフォーエバーでやっぱ一番印象に残ってんのはさ、マインクラフトでキツネが溶岩に落ちていくやつ。ワカンダフォーエバー。これミームとしてのレベルが高すぎる。そう、なんかおすすめのミームありますかって言われて、意外と出てこないもんなんだよね、面白いやつ。でもこういうきっかけがなんかあると、あ、そういえば以前なんかこういうのあったなって感じでリンクができるんだよ。パンサーミュージックボックス、えい。これ何やってんの。おおエンジンなんか、なるほどな。昔のエンジンは手回し手動、知らんかったわそれは。おお、うわ、ドイツの戦車型オルゴール、あなたも一ついかがですか。定価1300万からです。 Made Dance Shorts Funny。 俺が動画の素材でよく使うやつじゃん。セプテンバーだっけな、あれに合わせてるやつが好きなんですよ。いや、これやってもらうか。ハースプーラーイーティングミーム、赤ちゃんが面白くておすすめです。えい、なんか今回は動物がいねえな。いや、これ可愛いベイビーじゃねえわ。てかベイビーじゃねえわ。だけだけなんすか。赤様っぽい大人の人ですね。そうですよね、よく TikTok とかで見かける人です。これがボスベイビーだとしたら、ボスベイビーはベイビーじゃねえわ。ドグマ裏練習風景、トイレ行きたいけど行けなくて漏れそうな時で草、足を上げると上手くなるんじゃないですかね。モニター破壊第一 GB 素材、ありがとう、使います。もちもちきなこもきゃ、稲妻イレブンだよね。超次元サッカー、
だってね今の。おい物理法則ぶっ飛んでるやん。それだけ。いやどうなってんだ。お前はなんで空間を固定できるんだ。戦闘力でもついてんの。バルクルって空気切れたっけ。やばいぜ。なんかヒロアカにそういうやついなかった。ジェントルだ。あジェントルっていうの。クラフトワークこのコメントを固定しろよく見るやつ。 1 minute and 70 seconds of Sisyphus references。 読めないわ。やべこれ知らねえな。岩男のやつミームですよ。なんかそれは伝わってくるんだけど、これはまだ理解できてないな僕の中では。シシュフォスというギリシャ神話に登場する王です。いわゆる骨折り損っていう意味で使われます。なるほど。シシュフォス、コリントの王。地獄で山頂に何回も大石を持ち上げても大石がすぐ下に戻ってしまうので、また持ち上げなくてはならない罰を受けている。ああなるほどね。こう行って戻ってってのをこの人で表現していると。まあそういう意味もあるんだよという、大変勉強になる回でしたね今回は。皆様の方で解釈頑張ってください。ぷよぷよのウィッチドリームキャスト版ぷよぷよ全キャラ連載&特技集の49秒から。声大丈夫だった今。おめえもよくそんなの持ってくるな。 Well, when life gives you lemons。 おら Well, when life gives you lemons。 いいでした。Well, when life gives you lemons。これは日本語に訳すとどういうニュアンスなんだろう。英語圏には When life gives you lemons, make lemonade ということわざがあり、これは困難に直面しても活路を見出せ、ピンチをチャンスに変えろ、災い転じて福となすみたいな意味になります。なぜレモンなのかみたいなところは自分で調べてもらって、この動画としては When life gives you lemons ってことわざ、なんか現実で起きたんだけどっていう感じのネタとなっております。笑顔が素敵ってことは分かった。うん、それだけでいいな。ロックの木カービィ行きます。Fatality. That's too much for Kirby's transformation. This is it. What is it? Astrid's dance. Ah, another Rick Roll. It's flying from the thumbnail.リックロールではない。正確にはリックアストレイを使ったオートマットだ。ここで原曲マッシュアップ入るの熱い。見ちゃうもんね。めっちゃ日本語聞こえる。さあ来るぞ、こっからだ。なんとも言えねえわ。金星のダンスを知らないからな。僕あんまコメントするべきじゃないな。テクノバイキングオンザレイブ、多分曲使えないわ。全然反応しないやん。微動だにしないんだが、あいつ寝すぎだろ。あいつはあそこに神経通ってないぞ。ムンジャウ・ロナルジーニョ・サッカー64。これで終わろう。すごいクオリティ高っ。うわえ、そういうゲーム。ちょっと待って、実況ワールドサッカー3ってのがゲームの情報にあるけど、ロナルジーニョってのはあれだよね、サッカーのブラジル代表でも前の人だっけ。まあここで終わっていいか。じゃあこれでいいや、終わりで。変な髪型の人。あ、そうだね。
たちに大阪さよならしてください。おやすみおやすみさよならさよも終わります。じゃあな。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ